錦鯉の長谷川雅紀です。長谷川雅紀です。お願いします。さあ本日は、6月の世間予報結果発表、はい、でございます。6月ですね、先月の予想で、はい、当たったかどうかの結果発表ですと。月に一度ね。ちなみになんですが、はい、もう今日7月の16日ですが、うん、7月の予報がですね、はい、本来だったらもうやってなきゃいけないところなんですが、うん、今回いろいろあのゲストウィークとか、そうそう、あのいろんなことがありまして、はい、7月分はすいません、ちょっとお休みさせていただきます。今回だけね、はい、また8月に復活いたしますので、やりますんで、はい、お楽しみ。ということで、はい、先月の予報の当たり具合を確かめようと、はい、ということですね。いきたいと思います。はい。はい、まず先生がおっしゃってたのが、はい、セコクケチ臭い事件。うん。言ってましたね。言いましたね。うん、なんか、せこいなって思うような事件が起こるぞと。はい。はい。なんですけれども、はい、これですね、松本人志さん。はい。ダウンタウンの松本人志さんが、うん、テレビでタクシーに知人を乗せ、ちゃんと送ってくださいねとタクシー運転手に3000円渡したが、その人が松本さんにお返しするのでお釣りをくださいと言うと、私がもらったものだから渡せないと拒否されたらしい。2000何歩でここまで人を不快にさせられるもんかねと激怒。これに対して、そんなに怒ることじゃない、3000円出してよろしくと言われたら私も残りはチップだと思う、話全体がセコいとネット上で話題になった。これね、うん、まあ確かに話聞いてせこい話だなとは思いますけど、まあ本当まあまあね、うん、まあ要は3000円渡して松本さんは乗んないんですよね、うん、そう、送ってあげるのでもう先払いで運転手さんにお金渡してよろしくねと、うんうん、そしたら乗せてもらった方の人が、うん、当然ね、ちゃんとお釣りがきちっともらって、うん、松本さんに返したいからと言ったら渡せないと、うん、運転手が私がもらったものだあー、なるほど。こんな運転手言いますかねこれどうなんでしょうね、すごいですね。まあまあまあ、これに関してのいいとか悪いとか置いといて、ええ、まあ、とりあえずせこい話が世間を賑わせましたかねと。はい、まあまあね、まあ、あとはね、なんかありますかね、あそこの、年金、年金、うん、年金のほら情報流出があったおかげで、はい、偽物がいっぱい出てきて、なんかほら年金の支給日かなんかにですね、そのなりすまし年金もらいみたいなのもありましたので、はい、まあ、こんなのも入れてもいいかなと思います。なるほど、せこいっちゃせこい、はい、せこい事件だよと、ね、はいはい、続きまして、強制的に押し通す、はい、これもおっしゃってますね、ご利用しの件でしたね、はい、こちらですけれども、安倍首相が、成立を目指す安保法案について与党が強行採決の構えを見せている、うん、新国立競技場の建設計画で総工費が2520億円に膨らみ批判が殺到しているが、下村文部科学省は大胆な見直しをすると間に合わないと述べ、現行案を推し進める考えを改めて強調した、うん、あとですね、自民党勉強会による報道圧力、報道規制発言も話題になったと。はい、今月本当多かったですね。もうご利用しだらけの毎月、一月であったということですよね。これは本当そうですね。まあ、安倍首相のその安保法案はずっと続いているし、あとここへ来てそのオリンピック会場のものね、話も、国立競技場のね、話はテレビでね、まあ、個人的にはふざけんなと思ってますけどね、この件に関してはねどっちのふざけんななんですか。いやいや、予算かかりすぎだし、これもともとオリンピックなんかやるもんじゃないと思ってますからね。あら、またもう先生がなんかすごい発言で大丈夫ですか。あくまでも個人の意見ですけど、個人の意見です。へえ、あ、そうなんですか。間に合うわけないじゃん、あんなもんね。ああ、今からじゃあ、まあすごい、そうですね、あとその勉強会でね、はい、なんだっけ、マスコミを懲らしめるだけ、なんかすごい発言がありましたね。やっちゃいましたよね。まあ、この辺はもうバリバリ当たりまくりと、はい、はい、でございますね、はい、はい、続きまして、首相が墓穴、これも先生に言ってましたね、はい、何か墓穴おるようなこと、はい、こちらですけれども、明治日本の産業革命遺産がユネスコの世界遺産として登録されたが、代わりに強制労働を認める形になってしまったとして批判が高まっている。これもまあちょっと話題になってますよね。そうですね、うん、まあとにかく登録してしまうっていう方を優先させたということだと思いますけどもね。なるほどね、うん、なんかこれはまあでもね、やっぱその
こちらとしてはあんまりよろしくないというか、なんか嫌な気持ちですよね、どうしたって、まあね、あのでもその後にあれそういう意味じゃないよってなんか釘刺してあったでしょ。まあまあ、っていうようなね、ことですけれども、世間予報、そうですよね、まあそうですね、なんかあとは、首相が今、なんか動画に出て、何だっけ、ニコ動でしたっけ、なんか出て、いっぱいその解説やってますよね、あの野党から分かりにくいって言われたから、じゃあ分かりやすくやってやるよっていうことでやったら、はい、今度はあの軽すぎるって言われてますよね。難しいですね、その調整が、なかなか、ねえ、ねえ、たぶんに言いがかりのような気もするけどもね、まあまあ、まあ、とりあえずあの3つ言ったことについての結果発表はこういうことですので、はい、まあ、ご判断は皆さんにお任せいたしますと、ということでございます。はい、ありがとうございます。まあ、7月はちょっとお休みなんで、また8月ですね、はい、よろしくお願いします。お楽しみに。はい、お楽しみに。私も見てください。